ロコリンは可愛いだけじゃないのだ曲にちなんでありがとうございます。まあモフモフなんですか。そう、冬の時期になるとモフモフになります。はい今日ハロウィンということでね、え背景もハロウィンで、あのねえハロウィンですねこんばんにゃん、こんばんわにわに、4日の公演明日当落だから願っててね。おお、明日ですか。結構そう、前役ね、前役じゃないか、前役みたいなイベントを昨日ちょっとやらせてもらったんですけど、リリースイベント、はい、あの4日7日公演ね投げたよって言ってくださる方も多くて、あのね皆さん当選願っております。ありがとうございます。こんばんにゃん、トヨス頑張ってた、うん嬉しい。そう、昨日一昨日がトヨスピットさんでの前役みたいなイベント、あのリリースイベントやらせてもらったんですけど、選抜とミミフィーユのメンバーで、あのね結構今回は詳細が出るのがね遅かったりとかで、かなりなんていうんですかね、難しい中だったと思うんですけど、あのね会いに来てくださった方も本当に本当に嬉しかったですし、あの会えなかった方も思うよね、私がちょっとあの落ち込んじゃった時もあったので、それもあってすごいあのメール返信とかでもすごい心配してあのくださって、とても助かっております。ありがとうございます。すいません、あの本当になんかあの何ですかね、何でですかね、なんか真剣にやってる分ですかね、なんかすごいあの落ち込むことが多くてなんかはい、うん、そんな感じなんですけど、すいません、いつもなんか落ち込んじゃった時も励ましてくださるので本当に愛をいただいて助かっております。そう、なんかそれもあってすごい、一昨日か、一昨日になっちゃったんですけど、あの昨日だから急遽ね来てくださって来てくださる方も予定変更してとかもね、本当にありがとうございます。昨日は君に会いたくなったのでちょっと豊洲まで行っちゃいました。本当ですか。でもあのあれじゃないですか、横にゃん杉岡さんとのね連は俺とクレーンだったのかなみたいなうん、まあ隣じゃなかったですね、でもあの何ですか、うん、今日僕は今日明け方まで選挙見てたので寝不足です。うーん、すごいね、ありがとうございます。投票とかもねありがとうございます。お疲れ様です。お疲れにゃん、可愛いも嬉しいです。冬はモフですね。今日貸し切りさん行きましたが、よくやんカードは出ませんでした。うーん、申し訳ないです。なんかそんなにね言ってくださってるのにね、もう終わっちゃいますしね、なんか出ずに終わるのが申し訳ない。なんかもういっぱい言ってくださったから、なんかご褒美でなんか最終日に皆さんに推し面カードプレゼントとかあったのにないんですかね。ギャザーはよく見えるとかでよかったですね。めっちゃ見えましたし、あのサイリウムがね本当に見つけやすくて、後ろの方もすごい見やすくてありがとうございました。おろし唐揚げ、それは絶対うまうまですね。私は何食べたっけ、あ、豆腐ハンバーグを食べました。はい、シャッフルコインは自分、ん、シャッフルコインの振りは自分で覚えるのが多いのですね。そう、基本そうなんですよ、自分で覚えるので、アンダー出演の時みたいな感じで懐かしい気持ちになります。メガの見方も当たったから初めて行くから楽しみ。おお、ありがとうございます。私もなんか結構かなり久しぶりの出演になるので、なんか大事、緊張もありますが、はい、楽しみですね。芸術の秋より楽しみですね。
せーの制作動画アップありがとう。あ、なんかね、結構雨村さんもこういろんなものを紹介させてもらってるので途切れ途切れですごい分かりづらいかもしれないんですけど、嬉しいですね、見てくれて。私イベント楽しかったよ。私も楽しくて嬉しかったです。はい、ね、最後のまとめ出しのもね、鍵締めもね、ありがとうございます。久々の連休公演なので4日投げました。うん、嬉しい、ありがとうございます。4日がファンクラブ限定公演になりますね。そう、あーそうね、そうそうなんです昨日急に行ったのにイベント決まりなくてごめんね。いやー、でもそれに関してはね、本当にもうちょっとね、数用意してくださって数が多かったら本当に良かったなっていうね、皆さんも大変な中来てくださって行けなかったという感じの方もねいらっしゃるか、本当に申し訳ないですけど、その中もね来てくださって本当にありがとうございます。ホラーがちょっと出遅れた、うん、ちょっとだけだ、全然東京アリバも結構売り切れてたみたいね。そうなんですよ、なんか一番近い店舗でなんか横浜の2時間ぐらいかかる片道2時間ぐらいかかる店舗がその一番近い店舗で CD 売ってるのがねえ、結構それはかなり大変ですよね。なんかね、ありがとうございました。会おうと思えば会えたのですが会えなかったです。バラ泣き、ええ、なんでですか会えたのに、なんでですか、他の機会に会える感じですかっていうことかな。昨日の朝は夜夢の中でした。うーん、朝配信だったから寝てたんですね。うん、仕方ないです、それは。今日は東京来てくれるので豊洲には行けてよかったです。うん、ありがとうございます。落ち込む時もそうですよね、ありますよね。しのちゃん食いすぎて寝れなくなっちゃう、うそそう、あー、寄りましてくださってすいません。あとなんかすごいいろいろ考えすぎると落ち込んじゃうのでそうなんですよ、あんまり私は考えない方がいいのかなって思いますね。考え込みすぎないそれか、初めてだったんだけど楽しかった。うん、本当ですか、初めてだったんですね。そう、待ってくださってる時もね、例のなんて言うんですか、あっち側で奥側ですごく見えてましたよし、ギリギリ間に合いました。あ、ありがとう、にゃー、それやっとしたかった。あー、うん、なんかね、次はなんか本当のなんていうんですか、全役みたいな形でミニライブ、なんていうんですか、前は昔は全メンバーでね開催があったのでね、次のシングルとかでは、まあ、今回もできたらねすごい嬉しいですし、全役が全メンバーでできたらいいですよね。2月4日の全完売もおめでとう。そうなんです、それもね伝えたかったんですけど、本当にありがとうございます。2月4日のポトメさんのトーク会も、残ってたトーク会も完売してくださって、その日全完売です。ありがとうございます、とても嬉しいです、本当に嬉しいです、ありがとうやん。カジキ決意終了しそう、本当ですか、
でももうかなり日にちがないから難しいか。遅ればせながらガンプラデビューしました。そうなんですね。何ですか、エントリーグレードですか、何を作られたんだろう。昨日かしかおどおどしてましたしまいましたが、はっきり家族の認知をしていただいたみたいですね。一緒にね来てくださっ て本当に嬉しかったです。ありがとうございます。なんかね来てくださってますもんね、一緒に何回か。福山に家事権連発を、欲しい。でも太るけど欲しいですね。あやさんも、あ、そうなんですね。あやさんの分ももらえないかな。ノーマルエクヤ持ってるけどキラキラエクヤカード手に入れないと。あ、キラキラもねあるみたいですね。ねえすごい、ありがとうございます。本当に総理大臣にしたい。大丈夫です、大丈夫そうですか。なんか なんだろう、こう自分より他人みたいな、そういう考え的ではあるんですけど、すごい頭がもうよろしくないのでその思いやりはあるかもしれないんですけど、なんていうんですか、あまりまとめる系はかなり苦手なので、はい、やばいかもですね。やばいです。見ない前ちょっと遠かったけどヨコニャンがよく見えたよ。ね、嬉しかったよ。私のサイレンもつけてくださってましたね。嬉しいですよ本当に。なんかチーム K2 さんね、なんか事件祭り公演だったみたいですよ。なんかのタオル巻いてましたもんね。なんか面白い。いいですね。でも次の休みの時はもう終わっちゃってますね、コラボが。見られるのわけら難しかったですね。難しかったです。たかしがそれ大活躍でした。たかしがよく頑張って応援してる、ありがとうございます。今日たまたま劇場に行ったらカジキのトッピングチケット売ってたよ。チケットですか、カードの販売と、あ、チケットもあるんですね。すごい、ありがとうございます。なんか確かに宣伝してくださってましたね。ミカの剥き方の時もあるかもですね。ひとちゃんに火が入ってないから干からびそう。それは危ないです、それは合わないと。危ないですね。あ、開業公演申し込みました、当選しますように。願ってますね。明日なんですよね、登録が。わーあああ願ってます。年内の特典会は本当にもう行けないので年明けのツーショット急に頑張ります。嬉しい、ありがとうございます。じゃあでもそうツーショットの時がちょうど23歳最後で、次の特典会がもう24歳になっちゃってるので23の最後の私です。を写真に収められます。はい、っていう宣伝です。豊洲は品川の方ですよね、ですよね、ですよね。投げれなくて泣いちゃう。そうなんですね。それは泣いちゃいますね。私見て初めて
私たちも、私も初めてだったと思う、今回が。うん。明日はですね、お仕事休みみたいなんですよ。で、明後日は足の病院に行って、インソールを、シューズね、新しく買い替えれたので、それ用にインソールを作りに行くんですけど、なんかその受け取りが1週間ぐらいかかるみたいなので、でもそう、作れる時がなんていうの決まってたりするので、明後日ね行ってインソールを手に入れて、そのレッスンの時はその自分のね、そういう足に合った靴とかインソールでできるんですけど、衣装とかにはインソール入れれないだろうから、入れれるのもあるかもですけど、入れれないだろうからね、衣装の時の靴の方が問題ですよね。ヒールだったりすると痛くなっちゃうんですよね、ふくらはぎが。いや、というかけそうな、だから喧嘩落としたら前回も買えなかった。あー、トーク会はあと11月30のおとめさんと2月9日の最後のおとめさんの4部です。はい、そうなんですよ。あとはオンライン撮影会になりますね。今日もいいおでこです、ありがとうございます。土曜日のライブは横にあんの正面に座れてラッキーでした。ねえ、めっちゃ近い、ねえ、嬉しかったです、近くてびっくりした。の骨格心拍数とかあそこら辺ですもんね。スクロールグループアクションもなんか始めたみたいだね。自分は行けなかった、余計に心配だったよ。うん、ありがとうございます。はい、楽し、皆さんのおかげで楽しめました、本当にありがとうございます。始発新幹線の強すぎて終電で帰ってきたから、ずっとそう、結構いてくださってましたもんね。わあ、大変だ、ありがとうございます。遠いかなってなっちゃいました。あー、まあ確かに先約も関東とね、名古屋とこういろんな場所でやらせてもらえるようにな、なれたらいいんですけど、なかなか、なかなかですね。やっぱり一番近かったよ、本当かな。テレビのインディライブ3列目から見られて嬉しかった。うん、嬉しかった、近くてね、遠いかと思ったら見えてましたよ。考えてもいいと思うけど、ちゃんと消化、そうですね、うん、面白い話できるように頑張るにゃん。お、期待しちゃいますね、それは。ハードルを上げる。考えたこと考えちゃう、うん、確かに。何かこう集中してるときはね、そんなことないけど、毎回恥ずかしくて言いたいことの半分も言えない。結構話してくださってると思ったけど、そうなんですね、可愛いです。嬉しい。うん、確かに、アトラクションとかね、懐かしいですね。アトラクションもまず握手会がね、フルブースっていうかね、全部なって、まずなってほしいですよね。でアトラクションも復活したりした、最高ですね。みかんの日にカジケンさん行ってくる、お、最終日だ、お、嬉しい、キラキラ横山出ますように。次は愛知と大阪でやってほしい。大阪は観光を兼ねて行ってみたい。あー、大阪も美味しい食べ物いっぱいですもんね。いやー、本当に名古屋もいっぱいだし、大阪もね、いっぱいで最高ですね。旅行以外のメンバーと握手する方はほとんどないのめっちゃ緊張しました。汗、嘘、嘘、なんか、
ね、善悪だとバレやすいのでなんか違う意味で汗汗だった気がしますが、うん。うん、そうですね、資料目に販売してほしいですね。いや本当にそれはそうです、本当に。いかがだったから久しぶりよしちゃんに会いに行くね。あ、嬉しい、やった。ちょっと芸術を爆発させれるようにはい、あの感じ性豊かに、はい、頑張りたいと思います。大きくなる、あ、そうですね。あ、見ました、私もカジキンさんのね、油そば大盛りのトッピングさんでね、すごいですよね、さすがほののさんだと思いました。たまたまですかそれは。うん、カラシャもう少しなんで、あー嬉しい、ありがとうございます。カナエシのコラボも嬉しいです、やった。でもカジキンコラボ終わってもカジキン通ってるかも、おー嬉しいですもんね。うん、マジで高さ自信がないです。大丈夫大丈夫、自信を持ってください。とてつもない、え、何がかな、あん、何の話だ。名古屋の3店舗で11月3、10、10日まで使えるらしい。え、何の話だろう。電話したら少しお顔が見えると嬉しい。あ、昨日も会いに来てくれて急遽嬉しかったです、本当に。あのパチパチパーティーね、あのビブスもあのつけてくださったので、すごい横にゃん推しアピール最高でした。やっぱあのビブスはあれですよね、もうほんと一目見て誰推しかが分かるし、遠目でも分かるし、すごいいいですよね。来てくださる皆さんちょっと恥ずかしいかもしれないけどあの何ていうんですか、現場じゃない時とかは、なるほど、僕たかし、あ、そうです、ルーちゃんでした、そうなんです、さすがですね。あー、ビフレは作ってくださって以来食べてないですか、冷凍してるんですね。おーおー、何を入れたら美味しいですかね、他に。夜遊びはいかないですね。もうあの時間も結構遅いし、あの結構にやることもあるので、あのそれ睡眠が取りたくてそうなんですよ。来年販売の MC で欲しいのあるわ、また積みプラが、おお、来年の販売のやつですね。なんかでもそのガンプラつながり、なんかあのこの前のミヤマルとの動画を見てくださった方がやっぱ多かったみたいで、私のファンの方じゃない方もその善悪でね、握手させてもらった時になんか見たよっていうお声と、あとあの飯のバラードが良かったよっていうお声がすごく多くて、はあ、私のこともね知ってもらえて嬉しいなって思いますね。足の足のサイズはですか、24ですかね、基本24で、でもなんかちっちゃいものによってそのインソールとか今入れてるので、そういうシューズ履くときとか 24.5 だったりしますね。あ、どこですぐ答えが、あ、そうですね、うーん、リハビリもそうですね、頑張る子、頑張る子でシャッフル声の練習と、そうですね。チキちゃん、そろそろ CD ジャケットみたいな、かっこよこにゃんでした。かっこ
かったですよね。そうキメキメでみんなでそうですよね。ハチキちゃんは大体その撮影みんなんか一緒に撮り合うことがあるんですけど、 SNS の写真をなんかどの木よりもなんかすごい時間かけてて、なんか結構みんなその休憩の時間とかになると楽屋にいることが多いんですけど、大体なんかそのどの現場でもなんか写真を撮りに行ってなんかそれにやたら時間をかけてるみたいなことが多いですね。はい、そうなんです、そうなんです、撮影が好きですねあスニーカーがやっぱね、そうですよね、いいですよね。うん、私が待ち時間ちょい作れました。あーそうですよね、そう待ち時間結構あったので、ね、申し訳なかったんですけどありがとうございます。あ確かに手袋なしもね復活してほしい。奇妙な絵が好きです、褒めてます奇妙、奇妙か、なるほど。安田宣言、あ、本当ですね、16周年の時すごいね、言っていらっしゃったけどもあの時面白かったですね、さすがだなと思いました。麺類が、あ、そうなんですね、いいですよね。なんかでもね、あの結構こう早く急いでる人も早く食べれるからいいですよね。よしあれはしか分かっちゃうのね、名前がねそう書いてあるのですぐ分かります。落ちる気がしかない、そうなんですね、うん、岩佐美さんのコンサートかな、あそうなんですね、おーすごいすごい、逆にあの名刺は着弾が楽で便利、ユムスは確かに全員分作ってほしい、そのあれですね、その木ごとの、でもなんか6期生さんの時は、まあ、ビブス文化がなかったらしくて、その前かな、以前なんか名札だったっていうナッキーさんがやってました、教えてくれました。そうだからビブス文化はいつなんですかね、7期生さんからかな。でこにゃんこんばんは、ゲーセン販売してるカジケンのトッピングチケットです、んー、ちやくちゃん覚えました、可愛いですよね、ゾウさんみたいで好きな機体ですね。てか今 TikTok 見たよ、キュンキュンしちゃったんやん、え、したんやん、嬉しい。そう TikTok さんもねあげたいなって思ったんですけど、なかなかあげれてなくて申し訳ないんですけど、昨日はあげました、頑張ってあのライトもね、漏れるライトも買って、はい、なのでいい感じに撮れたんじゃないかなと思うので、皆さんぜひ TikTok さん見てもらって、いいねやコメントもねお待ちしてます、ぜひ、はいとても喜びますし、また撮ろうって思うのね、そうまたそう撮れるように頑張りますね。ちょっとまあ TikTok さん私もちょっとまあ遠いっていうかさ、あんまり見えないのでちょっと頑張りたいと思います、勉強しながら頑張ります。昨日は三浦も来てて、みんな撮れました手汗けど本間の方まで戻る、そうなんですね、あ遠いんですかね、遠いのかな、毎日メールで、すごい早食い太っちゃいますね、そうなんです、
ブース再販してほしい。してほしい。じゃあ3回目のパチパチパーティーですね。パチ3回目八期生コンサですね。単独バドミントン、お、私は恥ずかしくてできなかった。今ならそこを並ぶにゃん。お、すごい。私もあのアトラクションのバドミントンとかがあったから上手くなりました。そう、めっちゃ愛かしてもらってたので結構苦手だったんですけど、あれで、あの機械でうまくちょっと上達しました。コメントした自分ありがとうございます。アメちゃんが持ってたライト、アメちゃんは外側ほどのお揃いのライトなんですけど、なんか本当に似てるんですけどちょっと違いました。はい、うーん、なんだろう、ちゃんと止めた。TikTok よこにゃんのやつ出たら再投稿してるわら。再投稿ってなんだ。会社で休憩時間とか TikTok さん見てますよ。嬉しい、ありがとうございます。アイナチキコンは 2days でお願いします。おお、大規模ですね。できるかな。あーね、ルーちゃんね、ルーちゃん本当に上手ですよね、バドミントン。なんかふんわりしてるルーちゃんがなんかスマッシュみたいな打つから、なんかすごいギャップみたいな。あー、ウィオス手作りも確かにできそうです。あ、でも手作りでやられてる方いらっしゃいました。あの、里川法師の方かな、カホリンって。おーってなんて、リツイートみたいな。あー、サイト、嬉しい、リツイート、再投稿ありがとうございます。あ、 TikTok さんの場合は再投稿って言うんですね。とっても嬉しいです、ありがとうございます。伊沢さん前チェック、嬉しい、ありがとうございます。じゃあ今日は大富豪させてもらいたいと思います。アイタイムですね。大貧民で終わってたので、大貧民じゃない方が当たれますかね。ちょっと今準備中です。うん、TikTok さんが知らなすぎてやばいですね。今が11時34分だから30、カメもありがとうございます。36分45秒どうですか、厳しそうですか。2分もないんですけど。台本頑張ってます。嬉しい、ありがとうございます。あ、台本ですか今。頑張りたい。あ、よろしくお願いします。何しましょうかなって。いいんですか、大貧民だから当たりやすいかもしれない。いいですか、30、じゃあ6分45秒ぐらいに、ぐらいにじゃない、36分45秒にスタートボタンを押します。大貧民して、今日はね、ポスで基本のポスさんのショールームやりますっていう連絡の時に、一緒に、ね、今何ですっていう、大富豪今何ですみたいな書いてるので、そうチェックしてもらえたら分かりやすいかなって思いますが、たまに書くの忘れてる時あるので本当に気をつけます。最悪したサイン、ありがとうございます、嬉しい。あ、じゃあタイトルコール、大吾さんのドキドキときめきアイタイム、よろしくお願いします。お願いします。今、あと1分後ぐらいですけど、したら始めたいと思うんですが、ちょっと待って、準備してなかったまだ。 OK、 できました。会えるかな、会えますかね。あ、30、今6分になりました。
もうちょっとです、もうちょっとで始まります。またにゃーん、また待ってまーす。あ、ナイスマスキン、使ってくださるんですね。こんばんは。もうちょっとの気がする。今25秒よく上、頑張る子。30秒。今日23時半になってました、配信って。あっちの方ですか。本当に申し訳ないです。40、41、42、43、44、45。あ、待って、めっちゃマッチング早くて。悲しい、誰もいなかった。45なってめっちゃすぐ押したから、あ、待って、ちょっと早すぎたかもって思ったんですけど、早すぎました。誰もいない、悲しい、悲しすぎる。ダメでした、遅いでした、生まれて早いでした、ごめんなさい。あー、悲しい。今日は当たれる予感がすごいしてたんですけど、最近ね、0人ってことはなかったんですけど、はあ、ちょっと早すぎたな、ごめんなさい。一人でした。今やってる、やられてる方が多いのかな。革命だ。ゆくやビームしてこう。来る、そう、訂正したんですけどね、45秒にって。すごい、もう上がれた、すごい、早いですね。こんばんは。今アイタイムしてるんですけど、私推しの方誰も当たれませんでした、悲しい、ショックにゃん。あ、私のターンだ。待って、一番強い A を2枚も出しちゃいました今。革命中だと思って。どうしよう、ちょっと、あ、一人会いました。うん、どうしようどうしよう、ちょっと勝負に出てみる。すごい接戦です今。接戦で負けそう。うわっ、最悪、革命返しだ。終わりました。大貧民ですねこれは。近くだと、そうなの、なんでなんでなんで。なんでだろう。一緒にね、こう45秒狙ってやってくださったのに、待って、切ってしまった。残念です。そして大貧民で終わりました。あ、結婚上、私の分してくださったんですね、私の分まで。そうですね、推しじゃなかったからかな。わかんないです、ちょっとわかんないけど、はい、ということで今日は残念な結果でしたが、ちょっとすいません、次はちょっと45もなる、もうなったぐらいにすぐ押してたので、ちょっともうちょっと、もうちょっとあとこんぐらい待ちたいと思います。はい、やってくれてありがとうございました。見守りたいの方もありがとうございました。次はね、当たりましょうね、本当に。ちょっとピエンです。
大悟さんのドキドキときめきアイテムでした。悔しい、会えなかった。当時バドミントンで向かうよこにゃん、私は違ってや可愛いと思ったのがきっかけ。嬉しい、頑張ってアトラクション行っててよかった。もうすぐ行く、ずっと行ってました。もう休みがあればもうチャンスだと思って来た休みみたいな。そうだから、あのその時はねまだあのなんて言うんですか、部が少なかったんですけど、あのずっとあの出てるので結構疲れてました。そう、仙台の時かな、仙台での開催の時にあのなんで牛タン名物で、なんかでもあれ結構早めになくなっちゃうんですよ。そうだからもらい忘れちゃって食べれなかった思い出があるけど、それ以降は食べてました。あのちゃんと先に取って取ろうっていう、始まる前に取るって。でもその時々も楽しい。ポジティブ嬉しい、ありがとうございます。でも次やってみたいですね。チームさんトッピングチケットはみかんの味方の日の31日で販売するみたいだね。おチャンスですね皆さん。確かこの日チーム S が多いですもんね。あとココナさんね、チャンスです。なんか何回も取れるんですよ、そのなんか牛タン取れたんですよ。そうだからじゃあ次は宣伝をさせていただきたいと思います。じゃん、 SK48 33枚目シングル告白心拍数の特典会のお知らせです。研究生の頃パワーあったよね、今はないですから。今はないかな。11月30日土曜日にボートメス名古屋さんで、握手会トーク会をやらせていただくんですけれども、握手会3号8部完売していただいております。ありがとうございます、嬉しいです。この日のトーク会はねまだ購入可能です。わっしょーい、わっしょーいです。会えます。でこの日は告白心拍数の白衣装を着させていただくんですけれども、結構ね結構あの想像以上に着させていただいておりますね。はい、なんですけど、でも今後は見える機会が少なくなると思われますので、はい、ぜひね目に焼き付けていただきたいですし、あ、前に来てくださるんですね、嬉しい。この日は書いてはないんですけど、書いてないんですけど、ハチキちゃんでどこのかの部でどこかの部で何かする予定なので、皆さんあのこちらも楽しみにしていてください。あのまだ内緒にしてます。尻尾も見れなくなっちゃいますね。そうなんです。法事があるんです。法事、あ、それは大事ですね。でもめちゃくちゃ撮ってて何話すか全然考えてないわら。嬉しい、お会いできるんですね。じゃあいっぱい話しかけちゃいます。パーティーが始まるよ、懐かしい。パーティーもまたやりたいですよね、好きなんですよねパーティーも。こんばんは、世代タイム中です。で12月1日日曜日のボトメさん全完売していただいております。ありがとうございます、本当に嬉しいです。わい、この日はソフトはハード私服とクリスマスの時期はサンタニャンになっちゃいます。
で、1月11日土曜日は愛知スカイエキスポさんで自動車撮影会を35789部やらせていただくんですけど、あの1日目が着席バージョンになります。月曜日、ね、言ってくださってましたよね。嬉しい、ありがとうございます。楽しみです。で、言えなくてタコスの衣装、あのかわちい、めちゃかわちい衣装プラスアルファ、あともう一個着ます。なんでしょうなんでしょうか。で、1月12日に日曜日の愛知スカイエキスポさんでの通常と撮影会35789部で同じ部なんですが、スタンディング形式になります。2日目が語学心拍数の歌唱用の衣装、あの16周年コンサートオープニングで着させてもらってたクマさんのサイリウムカラーになってる、なんかヒーローみたいな衣装ですねとプラスアルファアニメコスプレをするんですけど、最初撮影会行きます。あ、嬉しい、ありがとうございます。こんばんは。アニメコスがまだ届いてないんですよ、あの噂のアニメコスがアリメージ、いや嬉しい、届いてなくてまだ、そうなんですよ、着ないんですけど、うん、早く届いてほしいですね。この日も2着着させていただきます。で、そう、先ほど話してたんですけど、あの23歳ラストの私になる、ラスト、うん、特典会では最後になるので、ぜひ23歳の私も収めてみてねスカヒラのミニットメンバーじゃなかったんですよね。そうなんですよ、星の温度でした。で、2月8日ポトメさん、土曜日のポトメさんもね、全乾杯してくださって本当にありがとうございます。嬉しいです。撮影会のために服を買わないと、わざわざですか、嬉しい、ありのままの自分でも嬉しいですし、はい、用意して張り切ってくださるのもめちゃめちゃ嬉しいですね。会員もありがとうございます。で、2月9日の日曜日のポトメさんは明石会3号8部完売してくださっております。で、東海の6、9部はあります。なので11月30日のポトメさんの6、9部の明石会と、じゃない、トーク会と最終日のね、この日のトーク会の残り4部になってるので、皆さん先着なのでお急ぎください31、嬉しい、ありがとうございます。 T シャツ、おばちゃんも T シャツで、めっちゃいいですね、湧いちゃいますなんかおばちゃまのあの投稿されてたあのやつ見ました、今日なんか投稿されてたのあの最後の君まろがすごい面白くて元気になりました行ってみようかな、嬉しい、会えますか、とても喜びますで、なかなか現地が難しいって方がいらっしゃると思うんですけど、方もいらっしゃると思うんですけど、あの11月15日昨日金曜日は個別オンラインロングトーク会を 1,2,3,4 部させていただきます。そう、まだね、今年最後って方も多かったんですけど、オンラインはまだ今年中なので、まだね、会いたいですね、今年もはい、会いたいです。で、次の日の11月16日の土曜日も、5,6,7,8 部でやらせていただきます。1日目がオフィシャルワンピで、2日目がホルターネックの服を2種類着ます。はい、私見ても嬉しい、部屋掃除も優しい、ありがとうございます。あのオンラインはちょっとあの本当にショールームさんはね、いろんな方見ていただけてますけど、あの本当にテレビ電話みたいな、1対1のテレビ電話みたいな感じではい、あのあんまりなんですよ、周りに見られることがないので、ちょっとあの服も大人っぽく張り切って行きたいと思うので、大人やんの私にも会いに来てください、お待ちしてます。
はい、時間来そうだったら応募したいと思います。え、本当ですか、嬉しい。詳しい詳細はね、もっと詳しい詳細、あのリンク貼らせて、まあ、今日ポストしました。そういえば、あの完売のお礼に一緒に貼らせてもらってるポストのリンクからオンラインの詳しい情報も見ていただけるので、時間とかもの一部が 何時間何時までとか載ってるので見てみてください。嬉しい、嬉しいです。何話すか考えてない。あ、でも正直あの見つめ合いもねいいと思うんですよ。まあでも話します、私も話振らせていただきます。はい皆さんのこともいっぱい知りたいので、いっぱい質問しちゃうかもです。だから二人の秘密の話ができるの、できるのね、オンラインは。本当ですね、できちゃいます皆さんのその好きな場所から配信していただけるので、その場所を知れるのもすごい私の楽しみの一つですてか同じアプリ、あ、そうですね、わかりやすいですかね、ありがとうございます。本当ですか、嬉しい。今ご時世時間販売期間中なんですけれども、ここですね、11月30日の6キューブのトークのが残り分ですね、のポトメさんのトーク会が、11月22日金曜日12時までの販売になるので、はい、お気をつけください。と残り2部です。で、1月11日と1月12日ナイツスカイエキスポさんの中小と撮影会の分が1月3日金曜日の12時正午までとなっております。掃除しないと、え掃除までしてくださるんですね、嬉しい。あー、そっか、大変だ、嬉しい。2月8日2月9日のフォートメッセ名古屋さんのトーク会、握手会、残りあれです、2月9日の6キューブのトークのみなんですけど、そこが、1月31日金曜日の12時正午までとなっております。で、最後11月15日11月16日のオンラインロングトーク会の締め切りが11月4日月曜日祝日の23時59分までで、ここがなんと一番近くて、あと本当にもう数えるぐらいしかないので、締め切りまで皆さんオンラインも待ってますよ今年にね会えるのはこの機会がラストになるので、会いたいですねお待ちしてます。宣伝タイムもありがとうございます。こちら次のシーンが準備、いいよ、すごい、ありがとうございます、にゃんよー2469人の方も嬉しいです。では、あ、もう時間だね、もうちょっとで終わっちゃう、発動させていただきます。え、どうしよう、いきます。11月30日ラストになるのか、あパンダ、え、パンダなんですね、パンダ、パンダですね、よこにゃーみーむわーからの、パンダ、似てない、ちょっと色が表現できないですね、色を表現したかったんですけど、あ、なんかなんだろう、あ、ちょっとパンダになれない思い浮かばなかったです。そう、なんかこの黒いあれできるかなみたいな思ったけど、できないからこれです、パンダ。あ、バドミントン、いただきますよ、からのなんて言うんですか、掛け声わかんないです、はーい素晴らしい、イエーイ、勝ったー勝ったー、と
とても下手なんですけど、今勝てましたからのハッピーハロウィン、いや早いけどハッピーハロウィン、あの周り背景がハロウィンだからこれしか浮かばない、ハッピーハロウィン。トリックアトリートで、ハロウィンが終わるまで言っちゃうかもです。食われちゃうぞ、クマさん。皆さん見てくれてありがとうございました。あとぜひ TikTok さんも見てみてください。いいねやコメントもお待ちしてます。チームメスアカウントです。かわいいです、嬉しい。押してくれなきゃいたずらしちゃうぞ。いいですね。あ、それ明日に撮っとけばよかった。明日もいますや。ありがとうございました。皆さんもゆっくり遊んでね。シャチホコからのおやすみやこにゃん、夢でも会えますように。ありがとうございました。またね、また明日もお待ちしてます。またね、ゆっくり遊んでね皆さん。